霜降り粗品キンプリ新会社設立国標。お笑いコンビ霜降り明星の粗品が再びキンプリを攻撃した。28日までに自身の YouTube チャンネルを更新。最近の SNS ニュースを独自視点でぶった切る一人賛否を公開した粗品が真っ先に取り上げたのは、永瀬廉、高橋海人からなるキング&プリンスが今月23日に新会社を設立し、スタートエンターテインメントとグループでエージェント契約を結んだというニュースだった。粗品はおめでと残ってるのは永瀬廉、高橋海人ということで、僕は結構キンプリにはお世話になってて、レーベルメイトでもあるんですけどと好意的反応。新会社は2人が共同代表という形を取り、新会社設立後に言った生配信で永瀬はどうもカリスマ社長ですと挨拶。高橋は社長業1日目、お願いしますと決意を新たにした。粗品は喜ばしいことですね。いろんな形があります。芸能活動のやり方もね、事務所、会社、個人、フリー、マネジメント契約、いろいろなことが考えられるのですが、いいんじゃないですか。しかもその時を嵐に続いて3組目というのがビッグでね、気持ちもええので、これからも頑張ってくださいと祝福した。とはいえこのままで終わるはずがない。粗品はただと絶叫し、お前ら節税のために会社さくんなやとぶったぎり。続けて2人の頑張っていこうという気持ちとか、自分らの作品を世の中にどうやって届けていこうとかと考えた時に、これがベストやと思いつきましたとかじゃないですからね。新会社設立は節税対策と断言した。止まらぬ粗品はダサいです。多いね、節税のために会社作るやつ。最近儲かってきたのかな。突撃、永瀬がどうもカリスマ社長ですと挨拶したことにも、おもんなさすぎるやろお前、なんやそれとか噛みついていた。粗品は過去にもキンプリが2人体制になった際に、誰が見るねん名前も出てこないなどと暴言を吐き、ファンからの反発を招いた。ジャニオタ大激怒、粗品はモノモース系 YouTuber になったの、噛みつき芸人。今回はキンプリにとっては美味しいいじりだな。マジレスしてるやつらはアホ。普通じゃねえそれ。節税対策で吉本とは別に会社作ってるサンマやダウンタウンも批判できるの。節税よりも旧ジャニ所属のままだと仕事に影響あるからじゃないんか。節税派やん、あとはその通り。こいつどうしたの、お笑いから独絶ご意見番にキャラ変したの。いいぞ粗品もっと言う。意外と仲いいのこいつら。お互い話題になってみウィンのプロレス。そういやこいつはギャンブルでの勝ち分ちゃんと申告してるの。何もダサくない当たり前のこと。サンマとか大御所批判にもつながる安易な言葉を吐くね。芸人なのに芸で勝負できないお前はもっとダサい。無駄に税金払うのもまあ悪いことじゃないだろうけどバカだろ。お笑い芸人で YouTuber やり出すやつの方がダサいけどな。皆さんはどう思いましたか。ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。